25日に行われたボクシングの WBC&WBO 世界スーパーバンタム級 55.3kg 以下タイトルマッチ12回戦で挑戦者の井上尚弥、大橋、が2団体統一王者スティーブン・フルトン、米国に8回 TKO 勝ちで4階級制覇を達成した。井上と戦い、敗れたジェイソン・マロニー、ゴーシューの展開予想がマジで未来人かよってレベルで当ててんのすげえ、予言者か何かか。と話題を呼んでいる。動画、フルトンが吹っ飛ぶ仰天シーン。非常に残忍、身も凍る破壊だ。井上尚弥の衝撃映像マロニーは米専門メディア、プロボックステレビ、に井上、フルトン戦で展望を語っていた。フルトンにとって彼はあまりに早く、爆発的で技術的にも優れている。フルトンは素晴らしいボクサーだ思うが、レベルというものがあり、井上はただただ特別なボクサーだ、とフルトンを認めながらも井上を評価。そして、こんな予想を繰り出した。戦いの終盤でフルトンを仕留めると思う。第8、9ラウンドあたりで彼を捕まえるね。フルトンのパワー不足が彼にとっての敗因になると思う。彼は良い時間を作り、1ラウンドか2ラウンドを取ることさえあるかもしれないが、井上を止めたり、痛めつけたりするだけのパワーを持っているとは思わない。井上はこの戦いに勝つためにたった1秒完璧であればいい。あの男が持っているパワーのなせるアドバンテージだ。2020年10月に対戦し、KO 負けを喫しているマロニー。身をもって井上の恐ろしさを知っている敗者の言葉には重みがあった。実際に井上は8回 TKO で勝利。フルトンに7回の一度だけラウンドを取られたが、パンチを受けてもダメージを受けることなく、逆に8回に鮮烈なワンツーで無敗王者を沈めた。どれもフルトンの見立て通り、これがネット上で話題を呼んでおり、マジで未来人かよってレベルで当ててんのすげえ、予言者か何かか。恐ろしいくらい正確でビビる、戦前予想、完璧だった。神予想、予想全部当たってる、の声。特に、たった1秒完璧であればいい、という言葉への反応も多く、たった1秒完璧であればいい、って言葉も的を射すぎていた、と驚きの声が続出した。しかも、自身の予想した通り、スポーツベッティングで、8回 KO、TKO で井上の勝ち、にかけ、しっかりと配当も得ていたマロニー。さすがという他ない。